母ちゃんのこと言った母ちゃん。お母さんは、超。おー。はい、ちゃんね、あらららら。あらららららら。あらららららら。あらららちょっと。あらららら、ね、これ。木村総合こんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は視聴者さんからのレコメンドで日本のお笑い動画でドリフターズの出前の注文を見ていきたいと思います。タカさん、他にレコメンドしてくれた皆さんありがとうございます。もしこの動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。โอเคในตอนนี้เราจะยูมาคอมพลานจีเป็นชาวญี่ปุ่นสมัยเช่นตัวมือชิมอนิคิออมจีบแซกุเนียตาจีแฟนของ The Rifters ここで一本出前なんか言ってねえ、お父さんお腹空いちゃったよ。あ、私も3人姉妹、慣れてるの3人姉妹です。そう、ね、婦人会の集まりで、うん、新橋演舞場にね、お芝居見に行っちゃったんだよ。こんな忙しいとこ芝居見に行ってんの、うん、しょうがねえないちゃんもんって。じゃあ久しぶりなんか取ろうか、天安門でも。中華がいい。タンメン食べたい。タンメン、私もタンメン。じゃあタンメン頼もう。な、じゃあタンメン、リサタンメンさん。すごい懐かしいテレビ。何番だっけ、そこに書いてんだろ。はい、志村金です。あ、もしもし、はい、あの4丁目の加藤ですけど。はい、あの4丁目の加藤さんちですけど。あのうちはあの志村金ですけど。あのこちら加藤ですけど。はい、あの4丁目の加藤ですけど。あのどちらおかげですか。なんだよ、どうしたんだよ。お前ダメだよ、電話ぐらいかからないよ。じゃあ、あの出前をお願いしたいんですけど。あのうちは志村けんというラーメン屋でございますけど、ですからあの出前をラーメンでタンメン、タンメン4つお願いします。あのちょっと電話遠いんですけど。ですから出前タンメン4つ。あの私ちょっと年いってるもんでね、電話遠いもんでね。ですからあのちょっとタンメンを、あ、タン、なんか変だよ。もしもし、あのですね、タンメンを4つ。もしもし。もしもし。あのうち志村けんですけど、何のご用事でしょうか。あのですね、タンメンを4つ出前していただきたいんですけど。はい、もう聞いたじゃねえか。とにかくは大変だね、もう。お前ら、ちゃんとかけたのか、お前中華さんに。かけた、うん、ダメだよ、お前。電話もかけられないよ、じゃあお前しょうがないよ。いや、皆さん、父さんだっていつもでも長生きしてくれないんだから、お前な。丁寧な三姉妹の。はい、毎度志村金でございます。あ、もしもし。はいはい。あ、志村金かい。志村金でございます。あ、中華屋さんだよね。はい、中華屋さんでしょ。そうです、うちラーメン屋ですけど。ラーメン屋さんね。はい、あのね、はい、四丁目の加藤だけども、うちのばあさん死んでからずっと楽しみでやってるんですよ、この店は。あ、そうかね。あ、そりゃ大変だね。で、四丁目の加藤だけども。はい、何丁目でしたっけ。四丁目。三丁目。いや、四丁目。二丁目ですか。二丁目じゃなくて、一二三四の四丁目。一二三四の五丁目ですか。なんで飛んじゃうの、そこに。あの五丁目まではうち出前やってないですよ。もしもし。あの四丁目までは精一杯なんでね、私一人なもんでね。もしもし。はい。あのね、五丁目なんて言ってんじゃない。四丁目。四丁目ですか。そうそうそう、はい、四丁目の加藤だけども、はい、四丁目の佐藤さんね。佐藤じゃない、加藤。はい、加藤。与党。与党なんて名前ないんだよ、ちょっと。なんでございましょう、ちょっとあの目の遠いもんですいません。あのね、はい、四丁目の、うん、はい、加藤。高木さん。おい、はい、おい、はい、高木さん。間違いにこと書いて高木やめてくれよ。
うさんですか。加藤、そうそうそう、加藤。はい、三丁目の加藤さん、ね、ちょっと待って、三丁目だ、四丁目、1、2、3、4、5丁目ですか。そうじゃないよ、そこまで行かないと分かんない。いいか、よく聞いてくださいよ、いい、はい、4丁目の、そう、加藤、はい、加藤うさんね、うん、加藤うさんじゃない、加藤う、加藤うさんね、そうそう、はいはいはい、なんでございましょう。タンメン、はい、タンメン、うちあのラーメン屋ですけど。いやだからラーメン屋さんでしょ。はい、だからタンメンありますよ。あるでしょ。それを頼んでんから。はい、タンメン、タンメンですか。そう、タンメン、はいはい、はいはい、タンメンね。だから4人分だから4つね。タンメン4つですか。そう、はい、わかりました、どうも。いやしかしタンメン頼むのにこんな長くかかると思わなかったな、おい。ん、朝めてくれてたよ、とかね。お待ちどおさまでした。タンメン4つですね。タンメン4つ。はいはいはい、大変だったね。はい、タンメンね。あららら、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 ちょっと、おつゆなんか全然ねえじゃねえの。え、おつゆこぼれちゃったな、これはな。じゃあこれ2000円でいいやね。2000円でいいって、これくれないよ、おさ。ダメ、変えてよ。ダメかい。ダメだよ。じゃあすぐ取っ替えてくらね。うん、あ、悪いね、ちょっと汚しちゃってね、これ。僕もね、腹減らしてるからね。え、悪い、ちょっとこれ汚しちゃって。あ、いいよ、いいよ、ね、やっとくから、それ、はい、頼むで。すいません、すぐ持ってきますからね。はい、はい、すいませんでした、どうも。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、おじいちゃんね。え、あんた、もうすぐに、こう持つからいけないね。私、コスパがあってけど、どうしても洗いよって。ほら、ほら、ほら、これが、あんた、相当な腕力してんね。リストが、リストが強いだね。持てないよ。これこうやってやっちながらみんなこぼれちゃうんだね。こぼれちゃうんだよ。あ、そうか。ね、だからちゃんと平らになるように持っとかないとこぼれちゃうよ。なんか持っちゃって。だね。おたこちゃんずっと赤字になっちまうもんな。赤字になっちゃうよ。じゃあ平らなものと持ってくや。そうそう、頼む。ちょっと待ってくださいね。相当な腕力だね、あれ。あ、これこぼしちゃってまあ。そんなね。お前食べるのじゃないじゃないか。何やってんだよお前。あやまいどー、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 あ
臭い。おじいさんよ。はい、ためにちょ。これ何よ。え？これ何これ。いや、ちょっと小よけ。小よけ？え？大丈夫、これ使ってんだから。どういうこと？使ってから大丈夫じゃないんだよ。はい、ためによっと待ち遠さまでしたう。こういうものにはさ、持ってこないでよ。あ、これ何使うんですか？平らなもんだって、今これしかなかったもんね。平らなもんだって、これ。旦那さん、ちょっとこっち来て。何？これちょっとこう、担いでみて。担ぐの？そうそうそう。どうぞ。せーの。あ、ひっこひっこ、ひっこひっこ、ひっこ。お宅もガスコでやってなかったの？私やってたけど、あ、どうもありがとう。これはだけど、最近見たことないよね。少しみんなそんなに何か荒らせるんですか。はい、皆さんどうでしたか。いや、本当にもう面白かったんですね。志村さんのラーメン屋、こんな、うん、おじいちゃんになって耳遠いのが大変でしょうね。あと頑張ってる姿は、すごくモチベーションになります。そしていっぱい笑ったので疲れも取りました。ありがとうございます。皆さんも一緒に笑ったかな。はい、また私動画でお会いしましょう。チュブリブリー。